安野秀明、安野秀明、安野秀明、1960年5月22日帯は、日本のアニメーター、映画監督、実業家、カラー代表取締役社長、株式会社プロジェクトスタジオ急創作管理統括、NPO 法人アニメ特撮アーカイブ機構代表、山口県宇部市出身、山口県立宇部高等学校卒業、 大阪芸術大学芸術学部映像計画学科、現、映像学科中退。血液型は A 型。妻は漫画家の安野も横。別名義として、アニメーションを手掛ける、蔡の安野秀明や安野秀明、作詞家としての空母ボソ、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 ひぐちとの作詞コンビヒデシンディなどがある。代表作に、トップを狙え。不思議の海のナディア。 第18回日本 SF 大賞受賞作の新世紀エヴァンゲリオンなどがある。幼い頃よりアニメや特撮、そして大規模建造物等に夢中でよく絵を描いていたという。また、漫画少年でもあり、中学生の頃は特に少女漫画を大量に読んでいた。山口県立宇部高等学校での高校生時代には美術部で部長を務めるほどの画力を有していた。 アマチュア映像制作グループ、グループシャドにも所属し、自主制作の映像作品、中村ライダーが文化祭で上映された。高校卒業後は就職せず、遊んでばかりいたために親に心配され、一浪を経て、当時、入試が実技のみであった、大阪芸術大学映像計画学科に進学する。受験対策は、宮崎駿らの絵コンテ等を見て勉強したという。 同じ学科の同級生には、南正彦、西森秋吉などの同業者、広告デザイナーの碇義彦や、漫画家の島本和彦及び白郎正し周東も在籍していた。白とは、学生時代の面識、交流の有無は不明だが、後に、アップルシード、青木ウル、未発表に出たいに、スタッフとして参加している。サークルは、SF 研究会に所属。 入学当初、同級生の山が広之、赤い高美らと藩を作る。なお、この頃の案野について、画力は、特にメカの描写は、圧倒的であったと後に山賀が語っており、学生生活の様子は、島本和彦の漫画作品、青い炎に詳しく描かれている。その頃、二回生に誘われた自主制作アニメに熱中し、 山が通るとの自主制作映画グループである、ダイヒャンフィルムの主要メンバーとして参加した、大阪で開催の SF 大会では異例であった、オープニングアニメーションや特撮作品等を制作し、プロも驚かせたい評価を受けた。この時、スタジオヌエのメンバーに誘われ山が通ると、超時空要塞、マクロスの制作に参加し、 アマチュアのアルバイトであるが、数話分の動画から原画までを担当した。この時に描いた爆発シーンが各所で評価され、仕事が来るようになったという。また、アニメージュに掲載された、劇場アニメ、風の谷のナウシカの人手不足のための作画スタッフの募集告知を見て上京し、原画担当として採用される。学校生活では、共同実習にしか出席せず、学費も、 未納状態であったため、三回生時に助籍処分を受けるが、通学しなくなったのは、単位さえ取れれば、それでいいという、周囲のやる気のない学生に付き合って、在籍し続けるよりも、自分の作品を作り続ける方が意義があるとの、考えからとのことである。なお、この時にはすでに、風の谷のナウシカへの参加に伴う状況が、決まっていた。また、 漫画家を目指そうとした時期もあったが、漫画の才能はないとの考えから断念している。上京し、劇場アニメ、風の谷のナウシカ、超時空要塞、マクロスアイ、覚えていますかや OVA、メガゾーン23等の商業作品に参加し、メカや爆発シーン等のエフェクトアニメーションを手ける。風の谷のナウシカでは、 採用時に持参した大量の原画が宮崎春に評価され難しいとされるクライマックスの巨神兵登場のシーン担当に抜擢された。この時人物も描く洋監督から指示されるも出来が悪かったため監督本人に頼んだというエピソードがある。この頃から原画、動画一筋でやっていくのは無理だと考え監督、演出の仕事をメインに切り替える。 ちなみに、パンフレットに記載されている、巨神兵の呪いを受けて腹を壊した、a 氏は、安野のことである。なお、師匠として、宮崎及び、長熟誘要塞、マクロスの板野一郎の名前を挙げており、特に宮崎からは監督としての仕事の進め方等を学んだという。また、機動戦士、ガンダムの富野義行らも含め、アニメーション界を代表する作家の仕事に参加できた。 ことをとてもラッキーだったと語っている。その後、第1 0ンフィルムを母体とする、ガイナックスの初作品、王立宇宙軍オネアミスの翼には、スペシャルエフェクトアーティストという肩書きで参加。クライマックスシーンでは、戦闘、ロケット発射シーンは、絵コンテから作画までほとんどを一人でこなした。セルを1コマに9枚重ね、3秒間で、 セル枚数が250枚にも上るカットもあるという。当時、戦車やミサイルなどに極限のリアリティを追求しており、手当たり次第に軍事関係の資料に目を通し、自衛隊にも体験入隊している。監督作品であるトップを狙え、及び不思議の海のナディアは、前者は OVA で発売され、後者は NHK 総合テレビジョンで放送された。 九百九十五年、平成七年にテレビ東京の十八時のアニメ枠で放送開始され、九百九十七年、平成九年以降は劇場版として制作されている。安野監督の代表作として、真っ先に名前が上がる作品であり、数々の受賞歴がある。TV シリーズ後半、特に最終回にはとその前の展開について、パソコン通信上で、 激しい議論が繰り広げられ、批判意見も多くあった。この現象については、議論内容よりも、パソコン通信にはまる人たちは、現実世界に帰れと苦言を呈している。また、TV 放映後から劇場版公開頃のエヴァブーム当時、インターネット上のチャットや電子掲示板上での作品論争を、便所の落書きと言い放っている。 新世紀エヴァンゲリオン制作終了後、実写方面への進出、ラブポップ、色実、キューティーハニーを経て、それ以降のアニメ作品では、いわゆる実写畑の声優、つまり俳優を起用することが多くなる。これは、職業声優の限界を感じ、新しい可能性を模索するためだという。イ原ハ彦の紹介で舞台にも、 非常に惹かれているが、まだ取り組めないので、映画を作ることにした、とインタビューに答えている。二千二年、平成十四年三月二十六日に、共通の知人である、低本企業による紹介が縁で知り合った、漫画家の安野も、横と結婚。四月二十八日に、ダブル安野の結婚を祝う会と称した、結婚披露宴パーティーが行われ、新夫側の主賓に、宮崎春。 神父側の主品に桜沢エリカがそれぞれスピーチを行った。庵野自身は庵野のハッピーマニア等を読んでおり、高く評価していた。偶然にも、性の読みは双方ともア野であるため、W アンと話題になり、庵野も横自身も、くしくも本名が庵野と非常に珍しい名字となった。庵野の漫画作品、監督不行き届きで、 結婚生活が描写されている。作中での呼び名は、監督、アンノ野、ロンパース、モヨアン野。また、結婚を機に、アン野により、ダイエットをし、体脂肪率40%超えから 180cm73kg 台、脂肪率22%まで減量に成功。身の回りにも、無頓着で、十分な収入がありながら、風呂の壊れたアパートに住んでたため、 結婚前は1年間風呂に入らなかったり、洗濯もせずに、服はボロくなるまで着用し、汚れたら捨てていたが、案のにより4.5日置きに着替え、1日置きに入浴するようになった。2006年、平成18年にアニメ制作会社、株式会社カラーを設立し、それまで名を連ねていたガイナックスの取締役から退いている。新スタジオでの第一作目は、 2007年、平成19年9月1日に、全国主要映画館にて封切りされた、エヴァンゲリオン新劇場版4部作の一つ、であった。2009年、平成21年6月27日には、2012年、平成24年11月17日に、を、全国主要映画館にて封切りした。完結編として、新エヴァンゲリオン劇場版、ノーウィキー、 ノーウィッキーノーウィッキーノーウィッキーが予定されている。2011年、平成23年に、平野克幸監督の監督失格を実写初プロデュース作品として手掛けた。2013年、平成25年には、宮崎春の長編アニメーション映画、風立ちぬの主人公、堀越二郎役声優デビューした。2014年、平成26年に、 第27回東京国際映画祭の企画で、庵野秀明の世界が開催。学生時代からの映像作品が、東方シネマズ日本橋で上映、トークセッションも開催された。2015年、平成27年4月1日、2016年に公開予定のゴジラシリーズ新作で、脚本と総監督を務めることが発表された。2015年秋から、 撮影開始し、2016年7月29日に、シンゴジラのタイトルで公開された。2017年、平成29年5月8日、NPO 法人アニメ特撮アーカイブ機構を設立し、代表を務める。作風については来歴の項目も参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。